東甲信越ブロック代表、東京都立府中西高等学校です。東京の副都心新宿から私鉄でおよそ20分、甲州街道沿いに広がる府中市。町の中心部には古い欅の並木が続きます。その奥には昔から武蔵の国の守り神とされる大国玉神社があります。東京の近郊にしては緑の多く残る住宅地の一角に東京都立府中西高等学校はあります。屋上でパート練習に余念のない合唱部、メンバーは現在69人。府中西高校は NHK の学校音楽コンクールでは7年連続全国コンクールに出場しています。私たちは精一杯力を出して全力で頑張っていきますので、金賞を目指して頑張りたいと思います。全国コンクールで府中西高合唱部はどんな演奏を目指しているんでしょう。豊かな音ですね、色彩のある豊かな音からうねりってんでしょうかね、そういうでいろんな素敵なうねりのある音楽が、また流れがある音楽ですね、そういう、まあ、そんな音楽ですね。では東京都立府中西高等学校の課題曲です。指揮は大久保正三先生、ピアノは3年生の五味由紀子さんです。
続いて自由曲です。